CV キャスティングボイス。あ、この声聞いたことある。どうもホワイトです。じゃあやってきます、アフレコモード。まあね、今回はね、俺が結構楽しみにしてるやつやるわ。あとね、ちなみにね、あの動画のコメントでね、いただいたんだけど、例えばこうなあ、このやつやるやん。でこれさ、俺がやるじゃん。これ全部俺でやろうとするとね、できないんだよ。だからね、必ず一人一役だけってことらしいです。じゃあやります。待って、でも結局今回俺どれか全部聞かれて、これ全員やんでるじゃね。そう、サンプルボス聞くか。まだ課題終わらないの？あ、声かわいい。手伝おうか。え、めっと妹さんがいてはかどらないんでしょ。私だったらいくらでも付き合うよ。声めっちゃ可愛いんだけど。まだ課題終わらないの？みんな可愛くね。まだ課題終わらないの？みんな可愛くね。まだ課題終わらないの？あ、ちょっとクール系かな。よければまだ課題とりあえずみんな可愛いな。あ、やっと帰ってきた。あ、これ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 、もうこれこれ。こら、また学校にエッチな方を持ってきて。あ、教師。いいね、これやろう。ヤンデレが一人、俺だからな。ちょっとよくわかんないけど、穏やかにオズオズと。あ、まあはいはい、やってきます。なんかセリフ多いな。企画 CD って書いてるよね。やってきます。まだ課題終わらないの？よければ手伝おうか。家だと妹さんがいてはかどらないんでしょ。私だったらいくらでも付き合うよ。あの、一緒に帰らない？なんで待ってたのかって？だって好きなんだもん。それにこうでもしないと二人きりになれないでしょ。おかえりなさい。もうご飯できてるよ。私結構料理得意なんだ。え、なんで家にいるのかって？鍵？内緒。ギューってするの大好き。ん？この匂い、あの先生何してるの？早くシャワー浴びて匂い消して、体が腐っちゃうよ。甘えて。あ、ねえ、なでなでして。ねえ、あの先生よくあなたに声かけてくるけど、どう鬱陶しくない？まあ私に任せてくれれば大丈夫だから。多くね。もうまた妹さんのこと考えてたでしょ。二人きりの時は私のことだけ考えてて。じゃないと私修正しなきゃ。明るく明らかと。ごめん、もう会わないって。ちょっと意味わかんない。あ、こう、そういうこと。あ、私がストーカー？彼女なんだからこれぐらい普通でしょ。それより次の週末のことなんだけど。普通に素が出たわ。私が好きって言ったらあなたも好きって言わなきゃいけないの？ほら、好きって言って。それともあなたも修正が必要なの？あ、やっと帰ってきた。え、なに、これまだまだまだあんの？遅いよお兄ちゃん。くんくん、え、めっちゃんだけど。あれ、おかしいな。めっちゃんだけど。あの子の匂いがするよ。え、これもう俺ただ聞くだけじゃん。前に聞きたいって言ってた CD、 友達から借りてきたから、僕の部屋で一緒に聞こう。みんな目つぶろ。あれ、ケース割れてる。傷ついてないかな。ちゃんと聞けるかな。俺妄想するわ。ちっ、あいつがさっさと渡さないから。お兄ちゃん、今日は誰と会うの？あのクラスの子？それとも先生？多分二人とも来ないよ。だから今日は僕と一緒に遊ぼう。最近お兄ちゃんの周りでよく見かけるあの子、お兄ちゃん邪魔でしょ？邪魔だよね。邪魔って言ってよ。僕が何とかしてあげるから。ここへ。お兄ちゃん大好き。あの先生ならもう来ないよ。だって階段から落ちた時、ごめんなさいごめんなさいって言ってたもん。あの先生どうしたの？お兄ちゃん、僕だってもう大人だよ。ほら、もっとよく見て。
あんな女より肌も綺麗だし、はいはい、胸だってあいつより。おう、いいね。僕はお兄ちゃんが好き。お兄ちゃんも僕が大好き。僕たちはお互いだけを見ていればいいの。そうでしょ、お兄ちゃん。そうだね、妹よ。また学校にエッチな本を持ってきて。すいません。ダメだぞ。どれどれ。へえ、君、ショートの女の子が好きなの？いや、俺なんでもいいっすよ。じゃーん、髪切っちゃった。どう？君の好きなタイプかな。でもカッターで髪って切りにくいよね。ちょっとイラっときちゃった。これ先生か？私は先生で、君は生徒だけど、私は君が好き。君もそうでしょ？はい。なら、何があっても、何をしても、それは許されるよね。何するんすか？気づいた？そう、ここは私の部屋です。あんまりジロジロ見ないの。これでも一生懸命掃除したんだよ。君との生活のために頑張っちゃった。これから末永くよろしくね。よろしくお願いします。おはよう。よく眠れた？ごめんごめん、ちょっと強く縛りすぎちゃった。でも君がいけないんだよ。私がこんなに愛してるのに逃げようとするから。もう逃げないでね。次はないから。怖っ。ねえ、君は先生のこと好きじゃないの？好き。私はこんなにも君のことを思っているのに。好き。君のためなら全てを犠牲にするわ。いいよ。どうして出て行こうとするの？一人にしないで。わかった。君と一緒にいる時だけが幸せなの。ずっと一緒にいるって約束して。出ないとね。はい。婚姻届出してきたよ。一緒に住んでるのにいつまでも他人とかおかしいよね。はあ、これからバラエドの新婚生活が始まるのね。なんかときめいてきちゃったな。やべえ、普通に前半いらねえだろ俺のやつ。何これ、俺のやついる？俺のやついらなくね？これに至っても俺必要なくね？おお。まだ課題終わらないの？よければ手伝おうか？気持ち悪い。ゆうやと妹さんがいてはかどらないんでしょ？私だったらいくらでも使うよ。さっきのやつからのこれやだわ。あの、一緒に帰らない？え、なんで待ってたのかって？だって、好きなんだもん。それに、こうでもしないと、二人きりになれないでしょ。お帰りなさい！もう、ご飯できてるよ。私、ちょっと料理得意なんだ。え、なんで家にいるのかって？鍵？ふふふ、内緒。ははギューってするの大好き。キモい。この匂い、あの先生何してるの？早くシャワー浴びて匂い消して、体が腐っちゃうよ。おかまじゃん。ねえ、なでなでしてねえ。気持ち悪い。嫌だもん。僕あなたに声かけてくるけど、どう鬱陶しくない？まあ私に任せてくれれば大丈夫だから。もうまた妹さんのこと考えてたでしょ。二人きりの時は私のことだけ考えてて。でないと私修正しなきゃ。ごめん、もう会わないって。ちょっと意味わかんない。あ、こう、そういうこと？あ、私が布団か。彼女なんだからこれぐらい普通でしょ。それより次の週末のことなんだけど。すり戻んなよ。私が好きって言ったらあなたも好きって言わなきゃいけないの。ほら、好きって言って。俺ともあなたも修正が必要なの。やっと終わった。あ、やっと帰ってきた。もう遅いよお兄ちゃん。くんくん、あれ、おかしいな。お兄ちゃんの体、あの子の匂いがするよ。すげえ可愛いもん声。ねえお兄ちゃん、前に聞きたいって言ってた CD
友達から借りてきたから僕の部屋で一緒に聞こう。あれ、ケース割れてる。傷ついてないかな。ちゃんと聞けるかな。ちっ、あいつがさっさと渡さないから。お兄ちゃん、今日は誰と会うの？あのクラスの子？それとも先生？多分二人とも来ないよ。だから今日は僕と一緒に遊ぼう。あのクラスのこと俺？最近お兄ちゃんの周りでよく見かけるあの子。お兄ちゃん邪魔でしょ？邪魔だよね。邪魔って言ってよ。僕が何とかしてあげるから。はい。お兄ちゃん大好き。あ、あの先生ならもう来ないよ。だって階段から落ちた時、ごめんなさいごめんなさいって言ってたもん。お兄ちゃん、僕だってもう大人だよ。ほら、もっとよく見て。あんな女より肌も綺麗だし、胸だってあいつより。これやったな。僕はお兄ちゃんが好き。お兄ちゃんも僕が大好き。僕たちはお互いだけを見ていればいいの。そうでしょ、お兄ちゃん。いいっすね、いいっすね、病んでるの。ほら、また学校にエッチな本を持ってきて。ダメだぞ。どれどれ。へえ、君ショートの女の子が好きなの？すぐ髪切ったんだね。じゃーん、髪切っちゃった。どう、君の好きなタイプかな。でもカッターで髪って切りにくいよね。ちょっとイラっときちゃった。なんでカッターで髪切ったんだろうね。私は先生で君は生徒だけど、私は君が好き。君もそうでしょ。なら何があっても何をしてもそれは許されるよね。怖いな。気づいた？そう、ここは私の部屋です。あんまりジロジロ見ないの。これでも一生懸命掃除したんだよ。君との生活のために頑張っちゃった。これから末永くよろしくね。俺だったら普通に生活できるけどね。 よく眠れた。ごめんごめん、ちょっと強く縛りすぎちゃった。でも君がいけないんだよ。私がこんなに愛してるのに逃げようとするから。もう逃げないでね。次はないから。うわー、ねえ、俺逃げないけどね。君は先生のこと好きじゃないの？私はこんなにも君のことを思っているのに。君のためなら全てを犠牲にするわ。ですね。どうして出て行こうとするの？一人にしないで。君と一緒にいる時だけが幸せなの。ずっと一緒にいるって約束して。出ないとね、うん、婚姻届出してきたよ。一緒に住んでるのにいつまでも他人とかおかしいよね。はあ、これからバライドの新婚生活が始まるのね。なんかときめいてきちゃったな。こう思ったけどさ、最終的に主人公みたいなやつさ、 OK したんだろうね。はい、じゃあまずこの俺がすげえ楽しくなかった、これすげえ、これただ聞いてたかったわ。これ何なんだろうね。荒木さん荒ぶらない第1話。3人もいるんだね。どうしようかな。熱血か。俺おっとりで生きてえな。ちょっと待ってよ。13歳一年山組荒木ゆうき。すげえ、いいよこの子にしよう。これ俺ね。はい。ほう、私とやろうってのかい。おお、ほう、私とやろうってのかい。あ、なんか聞いたことあんの。私は2年風組の芹沢かすみ。あ、クラスメートからは人雷のかすみって呼ばれてる。聞いたことあんの。ほう、あ、この人だったね。ほう、私とやろうってのかい。俺、この人にしよう。私は、あれ、この人だっけ。あ、この人、この人、この人が好き。この人の声聞いたことあるんだよな。よし、じゃあ荒木さん荒ぶら。俺男がやるようなもんじゃねえけどな。え、俺かよこれ。
へえ、ゆうきちゃんって言うんだ。私と一緒だね。私、千田ゆうき。よろぴくね。ああ、よろしく。かわいげにピッピッって言って。でも千田さん、あなたもこの学園の生徒ってことは、やっぱり何か特殊な能力を持っているの？え、俺多くない？ごまかし気味に。うん、一応私はこのスマートフォンを使って戦うんだけど、なんていうのかわかんないからもうってやつかな。ゆうきちゃんはパワータイプなんでしょ？どうだろう。なんだっけこれ。だいたい私は戦うのって好きじゃないし、できればまったり過ごしたいんだ。この学園に入ったのだって親父に騙されたからだし。何があったの？新入生、いいものを持ってるな。え、俺多くない？このスマホのこと？ああ、この春出た最新型じゃん。それ、私にお越しな。わお。冗談でしょ。なんであんたに。口の聞き方がなってないな、新入生。それにこの学園の掟は知っているだろう。知らねえ。蹴られてきな。リアル。新入生、この学園ではいついかなる時に決闘を申し込まれるかわからない。あ、そういうやつだろ。心は常に戦場であれだ。ほうほう、起き上がりながらね。絶対違う、今のは違う。この失敗を糧に頑張るんだな。じゃあ私はあなたに決闘を申し込むよ、先輩。お、私が勝ったらそのスマホを千田に返してもらう。かっこいい。ほー、私とやろうってのかい。私は2年風組の芹沢かすみ。クラスメートからは人来のかすみって呼ばれてる。今のうち飲み物飲むわ。ごたくはいいよ先輩。行くよ。は、早い。私の勝ちだ。あ、よかった、俺じゃねえ。な、何者だお前。一年山組、荒木勇気。私は戦いを好まない。めっちゃ戦ってんじゃん。好まないだけで、戦うんだね。どういうアニメなんだ、これ実際あんのかな。真ん中俺か。へえ、ゆうきちゃんって言うんだ。一緒だね。私、千田ゆうき。よろぴくね。ああ、よろしく。でも千田さん、あなたもこの学園の生徒ってことは、やっぱり何か特殊な能力を持っているの？うん、一応私はこのスマートフォンを使って戦うんだけど、なんていうのかわかんないからもうってやつかな。ゆうきさんはパワータイプなんでしょ？どうだろう。だいたい私は戦うのって好きじゃないし、できればまったり過ごしたいんだ。この学園に入ったのだって親父に騙されたからだし。へえ。一人完璧ふざけてるからな。新入生、いいものを持ってるな。このスマホのこと？ああ、この春出た最新型じゃん。それ私にお越しな。冗談でしょ。なんであんたに。口の聞き方がなってないな、新入生。それにこの学園の掟は知っているだろう。いや。なんか言ってたね今俺最初。新入生、この学園ではいついかなる時に決闘を申し込まれるかわからない。心は常に戦場であれだ。それ死にかけだろうな。この子を笑っていく。この失敗を糧に頑張るんだな。じゃあ私はあなたに決闘を申し込むよ先輩。私が勝ったらそのスマホを千田に返してもらう。ほう、私とやろうってのかい。私は2年風組の芹沢かすみ。クラスメートからは人来のかすみって呼ばれてる。ごたくはいいよ先輩。もうこっから俺出ないから。普通にすげえいいと思う。早い、私の勝ちだ。早く終わったなんていうかバトル。すぐに勝っちゃったよ。な、
何者だお前。一年山組荒木勇気。私は戦いを好まない。多分この私は戦いを好まないが多分ね決め台詞だろうな。いいね、うまいよ、うん、俺が言うとねみんな多分文句言うから俺なんか上から目線みたいに言っちゃったけど、あ、まあ、これはちょくちょくやっていこうかな。8話まであるしね。このウィッチリブレランコちゃんも多分結構長いね。ちょっと短めのやつねこれも一緒やりたくねえわ。エナジーノバメンズスラム、これもやったね。ここら辺もやったから俺に甘えてみろよ今度ボーイズラブか。ボーイズラブじゃねえな、これなんだ。あ、普通のあのあれね、乙女切りのあれな感じね。何これ。あ、これ面白そう。これは俺やろう、やろうやろう。ランキング発表のあれね、あのナレーションね、どんな感じ。乗りよく、あーはいはい、オッケー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 、ああいう感じね。いくぜ。今週も始まりましたカウントダウンエクスプレス。こういうのならいいんだよ。ダウンロードランキングも引き続き私 DJ ジーノが担当します。今週も新曲が目白押しのダウンロードランキング。でも俺これ一番得意かもしんない。今週の新曲はこちら、フランチェスカの新曲は何位に食い込むのか、ヨーチェクラ。待って、今思いっきりした感だ。早速第5位からの発表です。ノリよくね、行って。第5位、先週から3ランクアップ、キリマイナナエで火星シナウッ。そうだこれなんて読むんだよ、これわかんねえ。先週の日本代表の試合では君が代表チームを勝利に導きましたね終わってきたわ。第4位、先週からワンランクダウン、しずきかなでホワイトソウル。俺だね。大人気アニメのオープニング主題歌は主人公役の声優しずきかな本人が歌っています。うまい。いよいよトップ3の発表です。第3位、初登場斎藤ホルモンで鉄鍋アクト何この歌。メンバーの詳細が全て謎に包まれたヘビーメタルバンドがじわじわ人気を上げてきました。第2位、先週からワンランクダウン、春崎高校文芸部でそれリテイクです何これ。8週連続でトップを走っていたメガヒットもついに2位に。ということは先週1位の春崎高校文芸部を押しのけトップに立ったこの企画。第1位、初登場フランチェスカでこのことの葉。やばい。フランチェスカの心に響く甘いメロディー、発売初日で100万ダウンロード達成です。血の味してきた。今週発売のことの葉がいきなりトップを獲得。これでフランチェスカは新曲が10曲連続トップにランクインという快挙を達成しました。総合ランキングでも何位に食い込むか期待大ですよね。それではカウントダウンエクスプレス、また来週お会いしましょう。はいはい。これね、途中でね、唇じゃない、舌を噛まなきゃね、これ完璧だったよ。完璧。今ね、めちゃくちゃ口の中血の味するから、うん、こういうことあんだろうね、多分声優さんも、うん、おー、いいよ今週も始まりましたカウントダウンエクスプレスダウンロードランキングも引き続き私 DJ ジーノが担当します。なんか違う。今週も新曲が目白押しのダウンロードランキング。今週の新曲はこちら、フランチェスカの新曲は何位に食い込むか。あ、ここで下噛んだな下噛んだ。ここで早速第5位からの発表で第5位、先週から3ランクアップ、キリマイナナエで火星シナウッド。そうだ先週の日本代表の試合では君が代表でしょう、チームを勝利に導きましたね。ここ終わってんな第4位、先週から1ランクダウン、しずきかなでホワイトソウ。大人気アニメのオープニング主題歌は主人公役なんか普通に読み間違えてるの本人が歌っています。テレビ行ってねえぞ俺。
いよいよトップ3の発表だ。第3位、初登場、斉藤ホルモンで渡辺アクト。これ失礼だろうな。メンバーの詳細が全て謎に包まれたヘビーメタルバンドがじわじわ人気を上げてきました。第2位、成獣からワンランクダウン、春崎高校文芸部でそれリテイクです。8週連続でトップを走っていたメガヒットもついに2位に。ということはうまいぞここ。先週1位の春崎高校文芸部を押し抜けトップに立ったこのチェック。第1位、初登場、フランチェスカでこのことの葉。噛むなよ。フランチェスカの心に響く甘いメロディー、発売初日で100万ダウンロード達成です。今週発売のことの葉がいきなりトップを獲得。これでフランチェスカは新曲が10曲連続トップにランクインという快挙を達成しました。総合ランキングでも何位に食い込むか期待大ですよね。それではカウントダウンエクスプレス、また来週お会いしましょう。やべえ、でも俺これ一番いいかもしんない。お茶パワー A 越したな。これで噛まなきゃね、下ね、唇噛まなきゃ、下がだって下だって。もう痛くてね、何も考えれねえわ。じゃあ今回終わります。結構あるんだね、まだあるね。今日の天気予報とかある、死ぬほど出して。これもヤンデレか、何これ、ヤンデレ男子かよ今度。これもやりてえな早く。なんかいっぱい面白そうなのあるね。シンデレラの、うん、なんかツンデレがすごいっす。いやー、うん、すげえ量だな。うん、すげえ量。すげえ量だな。半端ねえなこれ。やべえな、こんなにあんだね。じゃあまた、うん、やります。じゃあまた、じゃあね、じゃあね、じゃあね。